胃が硬いんですかね、なんか そんな感じありますね。わかります。こうストレスで胃が硬くなるっていうのがあるので、そこからこうちょっとお腹全体的に流れ悪くなっちゃうとか、そういうこともあるんですよね。オンパットで温めるから。そうですね。オンパット。電子レンジ。そうですね。でも多分ちょっと過敏なところもあるんでしょうね。力入りやすくて今じっとしてればそこまでじゃないっていうのかなと思うんですけど、張りやすいとかちょっと若干ね、やっぱ深いところに痛みを感じる。そうですよね。ここも伸びが悪い。結構左右差ありますね。おお、プルプルするプルプル。脱力なんですと、こっちから来るのか、ちょっとなんか例えばお腹の方で圧迫しちゃうのでっていうのもあるかもしれないですね。ここ以外に、ここへ来て、やっぱどこもなしってことはなかった。サービスしてるつもりなんですけど、ね、そうでしたね、ここだったんですね。こっちだったんですね。なんですかね、ちょっとあれかな、足のつき方が、はい、ね、あ、うん、多分やっぱでもいろいろな形でお使いになってますからね。なんかまあひねったりとか、まあ、やりやすいターンの仕方とかどうしてもできると思うんですよね。そうするとだんだん左右差もできちゃいますので、47年間歪みがここに来てるんですまあお怪我されたりとかね、伸ばしましょう。先月のやつですね、はい、これでもすごいですよね、うん、お腹鳴りますね。あ、活発に動き始めましたね、はい、ちょっと腕このままにしていてくださいね、はい、ちょっともう一段階、はい、お、結構一段階の振り幅が大きめですね。おお、はい、でもすごい、あ、伸びる、はい、あ、これ気持ちいい、うん、いや、先生すごいわ。ちょっとこっち足をもう少し入れてきますね、うん、もう一段階。いやすごいこれ、うわ、いやおお、すごい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 。あ、ここ張ってますね、やっぱりね。あ、これすごいな。おお、はい、逆にしますね。はい、戻します。左側にも来た普段使ってない伸ばし方したから腕を下ろしていただいて大丈夫ですよ。はい、はい、すいません。はい、ストレッチ専門店かいや、やっぱ幅が広いですね。ちょっとつけます、うん、こっち
ちがあの弾力がついてきたので、うん、比べるとなんかこっち硬いですね。ああ、ちょっと痛いですね。そうですよね。じゃあこっちもさっきよりこっちはもう少しあれでいいと思うので、なんとこれはすごい、じゃあ上げましょう。すいません、はい、よいしょ、します。もう最低限です。はい。それではこんな形で、はい、はい、ゆっくり起きてみてください。ああ、すげえすげえすげえ。よいしょ。ああ、すごい。はい、ちょっとじゃあ。お疲れ様でした。ああ、お疲れ様でした。はい、60分行いましたけれども。あっという間でしたね。いや、でも今日すごかったですね。はい、始まって5分で、はい、まさか肩首があんなに楽になると思わなかった。はい、ちょっとぜひ体を起こしてみていただいて、ちょっと軽く動かしてみていただいて。なんかね、はい、こっちが上がってた感じがあったんですけど、はい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 、それがね、なんか取れましたね。はい、で、ちょっとこう、うん、あ、なんか前屈も、はい、しやすいですかね。あ、しやすいですね。まあ、相変わらず、はいはいはい、あ、手がついた、はい、あ、前屈手つかないですよ、手つきました。今日あ、よかったです、ね、首の動きとかはどうですかね。あ、今回結構首がね、はい、ってましたけど、張りやすくなってる感じですかね。ここが張ってたんですけど、はいはいはい、その張りがね、なくなりましたね。あ、よかったです。うん、すごいです。ありがとうございます。肩も、ね、軽いですね。滑らかですね。はい、よかったです。いや、すごいですね。いえいえ、お疲れ様でした。あ、ぜひぜひ、それも軽いですか。こっちは、まあ、もともとですけど、はい、伸ばしやすくなった感じですかね。全然いいですね。あ、よかったです。早いですね。なんか、いえいえ、ああ、いいですね。あ、でもこう動かす機会がね、いろいろ大きく動かすのを慣れてらっしゃるから、よりチェックもしやすいですよね。そうですね。これは苦手だったとか、はいはいはい、あ、変わったって分かりやすいですよね。意識してやってらっしゃるので。いや、なんかね、違いますよ。よかったです。できます。はい、大丈夫ですか。大丈夫です。今日調子いいっす。はい、上がりますね。はい、じゃあこちらで組んでいただいて、胸を開きます。これすごい。それからちょっと上にやっていただいて、どんどんかかを伸ばします。はい、大丈夫ですか。ギリギリ大丈夫です。はい、はい、楽にしてください。はい、お疲れ様でした。これすらも毎月違うんですね。すごい。これはちょっとびっくりしました。これは前回でもう経験なんで分かりました。やったぞと。でも今日可動域が全然違いますね。そうですね、広まってますね。うん、よかったです。いや、先生今月すごい。ありがとうございます。お褒めいただき、いい、恐縮です。すごいっす。お疲れ様でした。お疲れ様でした。改めて肩叩きもして、いや、肩叩きすらやっぱ毎月違うんですね。すごい微妙にやるやつがバージョンアップしてますね。気分でですね、ちょっとそこそこお客様の時で、やっぱりそうですよね。やっぱりその体見てこれやった方がいいなっていうのをやっぱやるって感じですね。そうです、そうです、そうです。すごかったです、びっくりしました。ありがとうございます。もちろんありがとうございます。またよろしくお願いします。また定期的に
鈴木さんいらしていただいて、まあ、こちらも撮らせていただいて、鈴木さんも撮ってくださるということなので、来月と再来月の予約入れてますんで、はい、お願いします、はい。気に入りましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。鈴木さんの方もチャンネル登録を、はい、見ていただいてしてください。お願いします。ありがとうございました。See you!